服務の先生とは、日本において、公務員に課せられた義務の一つ。先生の文言は、職種により、様々であるが、ほとんどの場合、憲法第15条、第99条を肝に銘じると必ず記されている。職員が公務員ではない、一特定独立行政法人や、国立大学法人でも、新入職員に、服務の先生をさせる場合がある。日本の公務員のうち、 福務の先生の義務を負うのは、以下に列挙するものである。一般職の国家公務員の場合、福務の先生は、新たに職員となった者が、その職務に従事する前に、任命権者または、その指定する職員の面前において先生書に、署名して、任命権者に提出することにより行う。国家公務員倫理カードにも、これに基づく、公募としてするまじきことが記されている。私は 国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く実覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不当かつ公正に職務の遂行に当たることを固く誓います。私はここに主権が国民に損することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く誓います。 私は地方自治の本主を対するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。人事委員の人事官は任命後、職務を行う前に最高裁判所長官の面前で最高裁判所事務総長と人事院事務総長の立ち会いのもと、 次の先生に署名することになっている。私は、ここに主権が国民に損することを認める日本国憲法に服従し、かつ、これを擁護することをおごそかに宣言します。私は、国民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能律的に運営すべき責務を深く自覚し、国民の意思によって制定された法律を尊重し、誠実かつ公正に職務を執行することを固く、 誓います。裁判所職員のうち、裁判官裁判官の秘書官については、服務の先生の提出義務が課されていない。私は日本国憲法を遵守し、法令及び上司の職務上の命令に従い、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために誠実かつ公正に職務を行うことを誓います。私は日本国憲法及び法律を忠実に擁護し。 命令を遵守し、警察職務に優先して、その規律に従うべきことを要求する団体または、組織に加入せず、何者にもとらわれず、何者をも恐れず、何者をも憎まず、良心の身に従い、不偏不当かつ公平中正に、警察職務の遂行に当たることを固く誓います。私は、日本国憲法及び法律を尊重し、命令、条例、 規則及び規定を忠実に順守し、消防の目的及び任務を深く自覚し、その規約が消防職務に優先して従うことを要求する団体または組織に加入せず、全体の奉仕者として誠実かつ公正に消防職務の遂行に当たることを固く誓います。三島事件まで憲法に従うの極は存在しなかった。追加されたのは事件三年後、 1973年のことである。私は、我が国の平和と独立を守る、自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に特創を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感を持つて、先進職務の遂行にあたり、ことに望んでは、 危険を顧みず身を持つて責務の完遂に努め持つて国民の負託に応えることを誓います私は自衛官候補生たるの名誉と責任を自覚し日本国憲法及び法令を遵守し常に特措を養い人格を尊重し心身を鍛え知識を寛容し政治的活動に関与せず先進自衛官として必要な知識及び 技能の習得に励むことを誓います。私は、防衛大学校学生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び拘束を遵守し、常に特装を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識を寛容し、政治的活動に関与せず、全力を尽くして学業に励むことを誓います。私は、防衛医科大学校学生たるの名誉と責任を、 自覚し、日本国憲法、法令及び拘束を遵守し、常に特装を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識を寛容し、政治的活動に関与せず、全力を尽くして学業に励むことを誓います。私は、陸上自衛隊高等高科学校生とたるの名誉と、責任を自覚し、日本国憲法、法令及び拘束を遵守し、常に特層を養い、 人格を尊重し、心身を鍛え、知識を寛容し、政治的活動に関与せず、全力を尽くして学業に励むことを誓います。私は、予備自衛官たるの責務を自覚し、常に特層を養い、心身を鍛え、訓練召集に応じては先進訓練に励み、防衛召集及び災害召集に応じては、自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。私は、 即応予び自衛官たるの責務を自覚し、常に特捜を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては先進訓練に励み、防衛召集、治安招集及び災害等招集に応じては、自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。私は、予備自衛官ホタルの責務を自覚し、常に特捜を養い、心身を鍛え、教育訓練招集に応じては、 先進教育訓練に励むことを誓います。私は、幹部自衛官に任命されたことを光営とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの特装の官用と技能の修練に、努め、率先水判職務の遂行にあたり、もつて、部隊団結の革新となることを誓います。私は、国立大学法人ナルト教育大学職員としての責務を深く自覚し、 就業規則等の規定を遵守し、並びに上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務の遂行に当たることを固く誓います。ありがとうございます。